I saw standing in the street alone。はい、皆さんこんにちは、レガテドリブル塾のしょうちゃんです。今日はクリスチャーノ・ロナウドがキレッキレのドリブラー時代に実際に使っていたドリブルテクニックを僕が厳選して3つ選んできたので、この3つを紹介していきたいと思います。試合でかなり使えるテクニックだと思うので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それでは早速やっていきましょう。クリスチャーノ・ロナウド、1つ目のテクニックはシザースダブルタップです。このテクニックはロナウドがマンチェスターユナイテッド時代に使っていたテクニックなんですけど、右サイドのコーナー付近で使っていました。状況としては右サイドから中を向いて静止した1対1の状態からシザースを入れて2回のダブルタッチを入れます。シザースとダブルタッチを組み合わせたテクニックになります。やり方としてはステップ1は内から外にまたぐ、ステップ2はこの足は着地させないまま前にジャンプさせながらボールをタッチ、最後の3つ目はタッチしたボールを逆足で内側にカットします。このテクニックのコツとしてはシザースしてジャンプした1、2、最後の2タッチ目ですね、この2タッチ目の時にディフェンスに対して斜め前にボールが転がらないように、ディフェンスの足が届く距離になってしまうので、できれば横、意識としてはマイナス気味、内側にできるだけコントロールできるようにすると、ディフェンスの足が届かず遠い場所でコントロールすることができるので、このポイントを押さえてやってみてください。2つ目のクリスチャーノ・ロナウドのテクニックはクリロナチョップです。このテクニックですね、ロナウド選手どこでもチョップ使うんですけど、最大のメリットとしてはディフェンスから遠い足でなおかつ自分の軸足を前に置くので、ディフェンスに取られづらい位置でカットインすることができます。やり方としてはチョップするときにそのままチョップしてしまうと自分の反対の足に当たってしまうので、この足の動きがとっても大事になってきます。前にジャンプさせながらチョップすることでボールの通り道を後ろで作ってあげることができるので、チョップする前は前に軽く剣ってジャンプするイメージ、このイメージを持ってチョップしながらジャンプっていう感じでやるとうまく軸足の後ろを通すことができるので、このポイントを押さえてやってみてください。今回のクリロナチョップの場合はシュートフェイントが入ります。このシュートモーションが大きくなりすぎてしまうとチョップまでの流れが悪くなってしまうので、シュートモーションからすぐにチョップに入れるように、ここをあんまり時間かけすぎてしまうとボールの位置が遠くなってしまうので難しくなる、成功率が下がってしまいます。ここはコンパクトに速くっていうのをイメージしてやってみてください。でもう一つポイントとしては、本当にシュートを狙うんだっていう意識もとっても大事なので、一度ボールを向く、ボールを向いて本当に打つぞっていうところからチョップすると、よりキックフェイントにリアリティが出るので、このチョップの威力っていうのが効果が高まるので、シュートモーションの時はしっかりボールを見るっていうことも一つポイントとして押さえておいてください。クリスチャーノ・ロナウドドリブルテクニック最後の3つ目はドラッグシザースです。このドラッグシザースのやり方、通常のシザースとのまず違いですね。通常のシザースはボールを外から内にまたぐ、これにプラス最初ボール動かしながらまたぐっていうのがドラッグシザースの大きな違いになります。1つ目はポイントになってくるのがまた軸足になってきます。この軸足の使い方っていうのがとっても大事で、右利きの場合だったら右足のインフロント部分でボールを引っ張りながら回す、軸足も前にジャンプさせながらドラッグシザースすることでボールの移動距離も出しながらより自分の体の近くでボールをコントロールすることができるので、このポイントを押さえてやってみてください。もう一つドラッグシザースに入るときはとっても緩急が大事になってきます。スピードの変化ですね。今回やるドラッグシザースの場合は遅いスピードからスピードを上げてドラッグシザースに入ることでよりスピードのあるフェイントになるので、ドラッグシザースの前のドリブルはゆっくり足元でコントロールできるインのタッチちょっとさらしながらっていうのを意識してやってみてください。いかがだったでしょうか。今回紹介したのは試合で実際に使えるロナウドのドリブルテクニック3選でした。ぜひ皆さんもこのテクニックをマスターして試合でチャレンジしてみてください。今日この動画が面白い役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。